ということで、エバーティールの2022年の4月分ですね、やっていきたいかなと思います。このケツが欲しい以上、それではいきましょうか。意味が分かんなかった。意外とすんなり当てる気がしている私は、なんかちょっとおかしいんでしょうか。キャラの当たる率が低いのは昔から知ってるんですけど、なんかよくわかんないけど当たってくれるような、そんな気がしてならない。まあ、それは毎回思ってることかもしれないけど、ちょっと待って、多分ピックアップっぽい SSR のブギーが当たった。多分ピックアップだよね。あ、そうだよね。そっちじゃないんだな。なんかあのピックアップ確定の邪金が来ないね。そもそもピックアップのあの武器、コメントのやつ出ないんだね。やべえ。よし。さあ、どのピックアップが当たるのでしょうか。あ、終わった。はい。結構いろいろ出たな。よし。よーし。おっと。おっと。これ。かさ、どうもありがとうございます。ケツを意識させてるんだから、後ろ姿なのかなと思ったんだけど、後ろ姿ではなかった。そして二つ目のケツもでかいっていう。どうもありがとうございました。よし、いいですね。やばい、当たりますね。なんか来るっていう、ちょっとよくわからない予想でしたが。そして、普通に、この読み方は何？わかんないんだけど。ということで、こんなケツ、お枕にして寝たいガチャでした。それでは引き続きご覧になってください。はい、ということで、エバーテイルの、ミャシア、露出系女子が出ていきたいかなと思います。特になんか、すげえ欲しいとか、欲しくないとか、特に何もありません。と。おっと。一発、私を立ち上がらせる。そのゲームを握る勇気。これ当たったんじゃねえの？あ、ちげえ。アストリッド、これ思ってなかったっけな、アストリッド。なんでだよ。ピックアップじゃねえだろ。私をって言ったからさ、武器じゃねえっていうことは確かだったんだけど、はじめましてだったんだ、これ、アストリッド。嬉しいっちゃ嬉しいですね。ちょっと待って、しょっぱなに SSR だったんだけど。
タルヒムしかして。多分これあれだよね。ピックアップだよね。来た。よし。ああ。さっき言えた。はい。来ました。スピーディーだね。え？何が来た？2番目のやつ？ワイフル。お前じゃねえんだよ。SSR 続きだけでさ。大量に入ってるけどさ、違うんだよね。さあ。ああ。ギフル。珍しい。何今の魔女初めてよね。なんかちげえ武器の SSL ばっかりな。じゃねえやつがすげえ出る。ミャシアが出る気配が全くしないんですけど。おっと、闇の底の冷たさを知っているから彼女は誰よりも光を求める。これ効かんじゃねえかな。ざけんなだけど、この子強いの知ってる。エルムアナス。ピックアップじゃない。違う枠のピックアップなんだけど。しかもみんなエルミナ使ってるし。どうもありがとうございます。これは結構嬉しい。しかも胸もでかい。いいね。エルミナとアストリッド当たりましたね、今回。まだ終わってない。ふざけんなよ。やばいな。30連しかない。いや、さあ。もう武器はいらない。なふざけん、お前もいらねえ。ヤシヤが来ない。ヤシヤが来ない。おっと、読めない。アンヤ、しかも次に読めない。影。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。君が欲しかった。武器に来た。どうもありがとうございました。今回いいですね。あのざけんで、あのアストリッド、あと父がでかいアルミナだっけ、あとメシア3体キャラ当たりました。どうもありがとうございます。まあ1800だよな。
これで5月分は終わりにしたいかなと思います。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。